かかとを押すと同時にこの4本指で太もも前面を手前に引いてくる。ストレッチをギューッとかけていく。今からテーブルタイマッサージの実技編を始めていきたいと思います。13番、今度はこっちの肉球の方を持っておいて、まずはこの足はグッと押さなくて大丈夫ですので、このまま空中で持っといて、こっちの手でロールしていく。でロールっていうのは空手チョップ的に横側でドンとこの前腕のあたりを当てて、このままぐる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 っと当てて、ぐる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 当てて、ぐるぐるぐるっと回してるだけですので、これでぐる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 っと太ももの裏を全体的にロールしていく。ぐいといったら、最後またこっちは前腕が膝の裏、こっちは肉球をつかむように持ちまして、前腕で膝を胸に持っていきながら、こっちの手で土踏まずじゃないや、肉球をぐーっと押していく。でソフトハード、ソフト。でそしたら次にこっちの手をかかとを持つように持ち替えまして、で今度は膝がちょうど相手の胸の真ん中、胸骨に来る位置に押していって、この足は対角線上の斜めにぐーっと伸ばしていく。これを押して、さらに押したまま押すっていう感じですので、でこっちの前腕側が動いて、膝から1、2、3、2、1と。でもし強押し好みのお客さんで強烈に行きたいんであれば、こっちを押すのを前腕ではなくて肘でグッと押して押すということを、これはかなりの強押し、強烈な技に変わりますので、ブイーと。一応ここまでが14番とオプションで、次15番、足首と膝の裏を、で膝の裏は手で持つでもいいですし、前腕にかけるでも自分の楽な方で大丈夫ですので、これでまずはゆっくり股関節を回していく。それもなるべくゆっくり大きくいきますので、で反対回りにも、で回し終えたらこの足を、相手の足をまたいでこちらに置きまして、でできれば膝よりも上のあたりに足を置いときまして、で片手は膝、片手は胸筋を押さえて、このまま膝を押してゆっくり体をひねっていく。でこれもソフトとちょっと様子を見といて、で次がハード、これはまあいけるマックスぐらいまで。でソフトっていう感じ。次が17番、今度はこのひねった足を一旦元の位置に戻して、今度はこちらに開きまして、この足を自分のお腹、骨盤のあたりにかける。でこっちの手で相手の太ももの内側を押さえながら、ゆっくり自分が前にぐーっと、でソフトハードソフト、でさらにこっちの太ももの内側を手で押しながら前に、でまあオプションとしては余裕があればこっちをストレッチしながら、こっちの太ももの内側を押していくこともできますので。
で最後両手でこっちとこっち両手でこっちも押しますし、こっちも押しながらさらに気持ちストレッチをぎゅーっとかけていく、こう伸ばしていくようなイメージ。今度はこの足を伸ばして、やっぱり自分のお腹か骨盤のあたりに置いといて、で足が落ちないように一応持っておきまして、でこっちの手は太もも、相手の太ももの内側、こっちの足がついてこないようにしといて、でこれでゆっくり足、自分が前にぐーっと体を動かしてストレッチしていく。でソフトハードソフトで、さらにこの太ももの内をこのちょっと伸ばした状態で軽く押さえていくこともできますので、軽くストレッチをかけていくと、このちょうど伸びてるところをさらに気持ち押さえてやるっていう、まあ、ストレッチプラス圧っていう技の、これ体式が得意なやつの典型ですので、伸ばしてこの伸びてるところをさらに押さえながら伸ばしていく。これが20番で、21番、今度はこの足をまっすぐに戻して、自分はかかとをつかんで相手の足の裏に自分の前腕を添えます。でこっちはもう、太ももに軽く手を置いてるだけで、このまま自分がぐーっと体を傾けて、この、腕で肉球をして相手のアキレス腱を伸ばしていく。で1、2、3、2、1で22番、これをもうちょっと強烈にいきたい時は、自分はマットに半分座りまして、この膝を立ててここに相手の足を乗せてしまいます。で4本指をちょうど足の裏に合わせて、これはつま先側からこのまま自分が後ろへ1、2、3、2、1で、さらに強烈に行きたければこの肉球をつかむように持ってぐーっと後ろへ、これはまあソフトハードソフトぐらい、ハードソフト、ここまでが22番で、次23番は、ここから一旦自分は下りまして、今度は相手の太ももだいたいこの膝小僧の角あたりを目印に4本指をかけて、でゆっくりこの足を相手の顔の方に押していって、だいたい90度ぐらいまで来たら、最後このかかとを押すと同時にこの4本指で太もも前面を手前に引いてくる、ぎゅーっと。でこの太もも側の手が動きまして、1、2、3、2、1で手を変えて1、2、3、2、1と両方伸ばします。次24番、今度はこの足を持ったまま自分が反対側へ回り込んでいきまして、
っぱり相手の